ストロン。綾小路の憧れのミュージシャンは？うわ、え、これね、それは分からんけど。からんな、うわ、何でええかな。うん、俺もそう思ったんやけどな。ちょっとベタすぎるか。ベタすぎたか。あ、そう、なるほどね、そっちね。あ、なるほど。あ、もう一回あった。回答オープン。あ、そっちか。ちょっとベタすぎましたけどね。あ、ラインなんかな。おやぐちゃん。寒すぎて。おやぐちゃん。おやぐちゃんですよ。おやぐちゃんって言ったら正解ですけど。さかなクンっていうことですか。そんなあるやん。おやぐちゃんなんですよ。では正解の発表です。星野源さん。えぇ、ー、めっちゃ意外。え、全然自分と違うからかな。なんなんやろ。お芝居だったりおしゃべりだったり、ものを書いたりとか、もうものすごくいろんなマルチなあの才能に、いつも、感銘を受けておりまして、来世はあんな風な人になりたいなって思っています。そうなんや。泳ぐちゃんでもよかったと思う。やっぱ泳ぐちゃんですね。泳ぐちゃんのあの才能には。